ロシアによる軍事侵攻が続いているウクライナを支援しようと、新潟駅前では今日、高校生などが募金活動を行いました。ウクライナ支援募金、ご協力お願いします。新潟駅前で募金活動を行ったのは、新潟青陵高校の生徒など15人です。新潟青陵高校では、学校の委員会活動の一環で、生徒たちが SDGs の理解を深めています。その中でロシアによる軍事侵攻が続いているウクライナを学んでいる生徒が自分たちにできる方法で支援していこうと道行く人に募金を呼びかけていました。こういう支援で多くの避難経路が作れたらいいなっていう思いでいます。寄せられた募金はウクライナの医療や福祉などの支援に使われるということです。